はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は12月7日、水曜日ということで、はい。更新日になっております。まあ、昨日ね、更新予想動画を出させていただいたんですが、果たしてね、まあ、どれくらいあってるのかっていうのをね、まあ、見ていきたいと思うんですけれども、まあ、おそらく、カード追加はないんじゃないかなっていうところと、まあ、イベントが、まあ、トロラン、あ、トロランじゃない <laughs>。トロラ終わってね、うん、あのー、まあ、ビクロ希望で、 一応出したんですけれども、まあ、プラン B とか、いろいろ話しましたけど、まあ、ビクロね、はい、第一希望で、第一希望とか、まあ、第一予想ではい、出させていただきたいと思いますので、さあ、当たってるでしょうかということで、入っていきましょう。はい。まあ、そんなに盛りだくさんの限定じゃ、あの、更新ではないと思うんですけどね、今日ね、うん。さあ、あれなんか来てるぞ。マジか。あれこれ、限定来た。 タイムスリップかなあれー <laughs> ああ、これが来たのか。あ、やっぱ全員出るんだ。あ、そうよな。やっぱ勝利チーム全部出るんだよな。なるほどね。あ、山岸選手か。はあ、はあ、上コン選手飯野シ選手。はあはあ。あ、そうよね。これいろいろね、予想をちょっと出させてもらいましたけど、結構合ってるんかな。<laughs> これも予想したんだよね。正直な話ね。予想したんですけど、 なんか合ってるような合ってないような気がしますね。なんか上福本選手とか予想しなかったっけ僕。飯野選手は予想した気がすんな。イエナ選手はまああれやけど。もう三沢選手も予想したよね。宮沢選手も予想したような。なんか結構合ってるような気がするんですけどね。これどうですかね。長井選手も僕予想した気がするな。<laughs> 当たってんじゃね結構。<laughs> まあ予想しやすかったけどね。これでマオブ・ザ・マッチのやつね。はいはいはい。 山岸選手を見たいっすね。まさかのカード追加。じゃあ今日これもね、ちょっと出しますか。あ、これちょっとイベント分かるの面白くないな。ちょっと待ってね。これちょっと飛ばすわ。ほっああ、うん、何これ。あ、褒めがあるな。うわあ、なんだこれ。あー、なんか変なやつやな。変なやつやけどね、意外と面白かったりするんですよね、こういうのがね。なるほどね。7回目で確定なんだ。 これ確定ってこれ、あれだよな。あ、そういうことね。はい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 。べくりした、お気に入りじゃないよね。うん。に <laughs> これか。これ二日間ああそっちで来たか。そうか、プラン B の方か。<laughs> プラン B でしたね、皆さんね。うん、まあ、そっちで来るか。で、いろいろ告知が入るんじゃないですかね。これじゃあ、マンオブザマチちょっと見ていきますか。うん。これ多分ガチャからしか出ないんじゃないかな。 ああ、そうよね。うん。ガチャ専門ですね。はい。まあ、フォメーも、まあ、ワイドに配置された前線のミッドフィルダーとアンカーを起点に、えー、ボールポジションを高く、あー、まあ、基準になるのは、まあ、まあ、この4人並んでるこのミッドフィルダーのラインと、まあ、アンカー、まあ、中盤ってことか。あーこれどんぐらい、どうなんでしょうね。うん。 ただからまあ、ミッドフィルターの位置高めなんで、まあ、結構高いポジションは取ってくれるかもしれないですけどね。これね。まあ、どうでしょうね。まあ、え、まあ、そりゃ、まあ、どうなんですかね。4338の違いがちょっといまいちって感じですけど。うん。まあ、使ってみないとわかんないですね、ここね。うん。はい、ということでちょっと見ていきますか。宮沢選手が 90. ダイナミックインターセプトアートたッく。いいね。俺、強くない全体的に。これさ、もしかしてさ、 グレード固定なんかなミサ選手91。ガーディアヘディングクリア、パスカット。おいいっすね。うん。イエナ選手92。二。多分そうやね。これ、グレード多分、ある程度固定だな。だってイエナ選手92やもんね。レインボーアーチトリックシュートするパス。うん。エーベル選手92。ライトニングカット、無回転、スピード。うん。マッチノ選手91。ミドル、エース、ストライカー、ボレ。ああなるほど。バランスいいっすね。 長井選手が90で、スピードスタイススライカーミドル。ほ、うん。上雲選手がシュートセーバー。来たね。シュートセーバー来たか。上雲選手のシュートセーバー、ここで来るんだ。<laughs> シーズンフォーカスだと思ってたんですけどね、僕正直ね。方からのロングフィート、飛び出しいいね。メシ選手、ドロップ、カットイン、スピード。はははは。 ボレ、フェイントおい、ちょっと待ってくれよ。めちゃくちゃ欲しいやつや。ちょ、待って、めっちゃ強くないあ、しかも、ボナセンオフェンスやん、ちゃんと。うーわー、これ、ちょっと待って。マジか。うーわー、めちゃくちゃ欲しいんすけど。うーわー、マジか、これ、ちょっと。 皆さん、これやばいで、ね。ちょっと、な、山岸選手の超次元ボレーフェイントボナセオンフェンス 20%? これプラスやったら余計に良かったけど。うわー、マジか。これ一番今まで僕出た中で欲しいわ。もうイニエスタ選手超えたよ、僕2年前の。<laughs> うわーちょっと待って、これさぁ、7回目で確定なんでしょうわーちょっと待って <laughs>。しか、もグレード、ちょっと待って、グレード的にこれ一番低いの、上福本選手じゃないなんであ、飯野選手もか。あ、これ引き分けだからか。いや、関係ないか。なんで低いんだしかもみんなちゃんとね、ボナセがいいんすよね。全員ちゃんと、一致してるね。 うわ,マジかうわ、これ年末。いやー、でも年末引きたいなー。え、しかもミキサーもあんのうーわ。どうしよう。いや、どうしようもクソもないけどね。うーん マジかちょっと待って、更新動画撮ってるの忘れてた今、本当に今。ちょ、ごめんな、ね、本当に忘れてたちょっとユニコロ見ましょうか。変わったことあるまあ、コインが追加されたぐらいかなあなるほどね。はいはいはい。えー、ちょっと待ってよ、これ。マジか。1回目で10%、3回目20%、5回目30%。 <laughs> いやー、マジか。ちょっと皆さん、ちょっと僕も、正直この動画撮ってる場合じゃなくなってるよな。4200位。<laughs> あ、でも結構みんなやってるんだな。やっぱ J クラって増えたよね、やってる人。4200位僕、まあ一応、まあ保守する撮ってないんですけどね。うん。バレちゃいましたけど、もういいかなと思って。うん。ほー,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 ー、ほー、ほー、ほー。 じゃあ75いきますか。とりあえずいきます。ちょっともう心ないんですけど、正直ここに。心ここにあらずですけど。はい。ああ <laughs>、惜しい <laughs>。惜しい。今日朝ちなみに70件からジョーカー出たんですけどね。うん、えー、マジか。ちょっと え、そんなことあるこんないいカード来ないでしょ、もう。これもうトップスコアなんでも来ないよ、こんないいカード、山岸選手の。一回だけ勝負いくかなぁ。<laughs> えー、マジか、これ10個しかもね、な何分の 1?1、2、3、4、5、6、7、8分の1か、あ、9分の1か。しかもみんな結構いいんですよね。これ飯野選手のカードとかも悪くないしね。うん、カミコ選手もね、シュば 長井選手、僕、キラー持ってるんでね。まあ、これでもいいんですけど、正直。うん。この中ではちょっとあれですけど。で、町野選手ね。スペクタクルミドルエースストライカーボレー。うん。ライトニングカッター、無回転スピード。いいね。エウベル選手もいいしね。まあ、家永選手もね、これレインボーアーチだしね。まあ、僕も正直これでもいい,といいかなと思うんですけど。トリックシュート、スルーパス。うん。ミサオ選手もね、いいよね。僕も持ってるしな。で、宮澤選手でしょ。うん。 いいよね。普通にありだよな。こメンバーもいいんだよな、やっぱ。うわぁ、これ結構熱いっすけどね。僕今までガチャ引くなって結構言ってきましたけど、これ引ける余裕があった、あるんやったら僕だて100%引くけどね、これ。<laughs> 年末前やけど。これ年末前だけど、僕正直年末、まあでもこれ確定まで行ったら結構重いっすけど、これこそこの前のスクラッチよりも全然運ガチャですよね。だって1 8分の1だからね、1 8分の1で、 とかないからな、普通。ないよ。まあ、エクスペ確定とかあるけど、これだって誰引いても結構いいっすよ。うん、ボナセンもちゃんと合ってるしね。しかもダブルの、あれやし。うん。しかも一応ミキサーあるしね、救済措置で。いいっすね。うん。ということで、まあ、ここからちょっと、今日は動画を作りたいなと。 思います。しっかりとね。はい。また更新内容の動画ちょっと作っていこうかなと思います。まあ、2日しかないんでね。はい。ちょっと急ぎ目で作っていきたいと思いますので、ぜひね。よろしくお願いします。というか、あ、ちなみにちょっと待って。いつまで排出なのこれ。<laughs> ちょっとごめんね、今日。ちょっとバラバラなんですけど。いつまでえ、12まで短い。<laughs> 12まで短いなあー、なるほどね。まあ、一回勝負いけるかいけないかぐらいか。まあ、一回ぐらい僕も勝負いこうかな。 うん、ということで、じゃあ一旦ここで終わりにしたいと思います。えー、皆さんね、まだね、更新内容ちょっと細かいところは、まあ、選手カードとかの、えー、評価は全部ね、出したいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、今回のね、更新動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイはい、皆さん、終わりかと思ったと思うんですけど、戻ってきました。<laughs> じゃ一回だけ引くわ。 さすがに12日までなんで、僕も、ま、年末あるんで、さすがに年末無視してまで引弾けないので、まあ、一回だったら勝負いけるかなと思って、まあ、一回だけちょっと言っときますわ。うん。さすがに7回目まではちょっとね、弾けないんでね。うん。というところで、じゃあ一回だけちょっと行きたいと思います。<laughs> これ10%弾いてー誰弾いてもいいよ、これ10%。正直メンバーもいい。 これはちょっと引かざるを得ないです。1回でも。まあ、10%パーにかけよう。うん。まあ、10%パー高いからね。10%でも引けるでしょ。ぐらいの気持ちでいきたいと思います。<laughs> <laughs> 山岸が欲しい。<laughs> 山岸選手が欲しい。本当お願いします。もう一生大事にします。もう一生エースストライカーします。<laughs> ぐらい欲しい。ほんとに欲しい。ちょっと待って、またほんと欲しいんだよね。ほんとに欲しい。喉から手が出てるもんうん。もう出てます。 もう喉から手出ました。はい。もう現実に今出てます。ということで、やっていきたいと思います。まあ、なんなら本当に、行くわ。これ行かしてくれ。うん。まあ、年末はちゃんと年末で勝負しますんで。来い頼む頼むお願いこれピンクやな。頼むディサロ、頼む頼むほんと頼むここディサロさんしかいないですも頼める人が。お願いします <laughs> 最悪、もう終わった <laughs>。ああ <laughs>。トの,のトトロはやめて、ここで、マジかよ <laughs>。うわ、今一瞬行ったかと思ったな、今 <laughs>。まあ、無理よな、一致。まあ、無理よね。いや、わかってたよ。うん。分かっててもね、行かなきゃいけない時あるんですよ、人間ね。 お前みんな。この後僕がこのガチャを引くか引かないかの動画を出さないといけないっす。<laughs> いやー、惜しかったなー。でも勝負、まあ惜しかったね。本当に惜しかったわ。うん。惜しかったです。まあいいでしょう。ということで皆さん、改めてなんですけれども、まあね、本当にいいカード揃ってると思います。まあ勝負って面白いんじゃないですか、これは。まあ僕が引くぐらいと思ってください。ということで、 じゃあ、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ